全然意味がわからん。あ、おかしくないですか？やった、買った糸だけな、買った糸だけな、いいよ。てか別に誰でもいいっすよ。買ってなくてもいいっすよ。あ、おかしい、おかしい、おかしい、群がるな。キャラメルコーン、いつもミルクボール食べるの俺だけだから、置いとけよ、ちゃんとミルクボールだけ俺店長に言って買ってもらってみよう。あ、お目が高いっすね、お目が高いっすね。ボールとかよりなんか休む気満々すぎる。休憩やんもただの休憩時間やん。いや、それ美味しいですよ、この組み合わせね、いいですね、ほんと。なるほど、なるほどね。さあ、アレグレットで押していったんですが、ここはジャンプビー。さあ、今回ね、カルル結構大味なキャラになっちゃったんですけど、フォーコとボランテがやっぱ強くて、そっからの特攻が結構強いですね、やっぱりね。まあ、ジャンプにシーガードした後とか、そういうとこやっぱ弱くなっちゃったんで、触ってからの多分手繰り方はカルル使いの腕が結構出ちゃうんですが、まあ、和田さんやっぱ2ゲーム立ち回りはかなりお上手ですよね。さあ 3C から強引に触って、これはまだバーストがたまる、うわそう、雷降りて、さあワークステ引き込まれる、ジャイアン押して、あ、ワープからイニエー競り勝って、どうする、さあこれはうまいこと画面を見てこれガードしていたがワープで逃げれる強キャラでは、さあさあ、ああ回復したいの、早い早い早い、いいぞ、雷ガードしてしまう、これはさすがに、さすがに、あ、でもこれ残ってね、残ってしまう、さあこっから、こっから、あー、何でが当たっていく、当たっていく、まあ重力のせいが怪我して、まあ今が重力な、重力でふわってしたせいだと思うけどね、完全に。今の手前にドーンからのドゥルルーでよかったよね。うなずいてる。天丼食って寝不足でもいけるやろ。一番問題は寝不足やけどよ。じゃあどこや。あ、ほとんどやったんかもう。
お願い。デッドランテ。デッド。俺。じゃあエアさんやります。俺はどっちでもいいんで、はい、ちょっとトイレだけ行ってきます。あ、どうぞどうぞ。なんか C 形態あるんで、なんかやりたい人、やりたい人とご先やっていいっすよ。やりたい人いたら団員関係なく、ちょっとね。でまあ、それか普通にの試合に戻しまーすんで、ちょっと待ってくださいね。さん折れてやろう。あ、オーロン、オーロンも試合か。あ、アワジンさん。お、これはまあ死ぬか。めんどくさいな。あ、あのですね、まあ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 、ちょっとこれ宣伝なんですけれども。そんなコメントして喜んでる。なんやこいつ、なんやこいつ、書き込みできたぜ、おほほほほほって多分あのちょっと聞こえてたと思うんですけどね、喜ぶ、それだけで喜ぶ。ね、7月の19と20アテナ日本橋でイベントやりますので、大会ブレイブルーのよろしくお願いしますね。リツイートしとけよユナバマックス。19はスサノオオフです。19はスサノオオス。
え、狭間、ケルミ、白面を対象としたオフ会です。いや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 、何言ってんの、何言ってんの、狭間王様、いや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 狭間、それあの王様じゃなくて王国やからキングダムやったら王国になるからね。とりあえずあの19が、そのスサノオフでございます。あの古来からのテレミ使いのイナママックスさんやったら、そう、量産っていうね、まあ皆さんご存知であのレディース使いの量産いるじゃないですか。あの気違いみたいにテルミ使うやつね。あの俺今作テルミ弱すぎるから弱いでって、いや前作からテルミ弱いんで安心してくださいって言っておきました。そう、今作特に弱いけど、それであの何それを言い訳に来なさそうやったから、お願いって言ったらアンソンがそんなに俺を求めてくれるんやったら言ってもらえてほぼやったわ。え、いやマジマジそれ。ただそうそう、狭間強いやろ、だからでもお前テレビ使えよって言ったら、いや狭間で大丈夫ですやかましいわっつってあーナメコンですね。 6A から先行迷惑はあの完全バータイの代わりに隙だらけなんで、あのバーストしてもあの何そう無敵でカワーしてその後ドーンで当たるんです。おっ的井さんがまだ勝ってる、皆さん来てくださいね。で20日は普通の固定 3-on-3 でございます。本当はいつものね僕主催ならランダムと固定両方やるのがまあ僕のセオリーだったんですが、ちょっと3連休の末日ということで、そう、いや 1P が、ま、あ逆やで修正します。いやいやいや 1P 対 2P やから、じゃあその前に消せるよ、いや消されへんけど修正しますって入れたらええねん。あれ入らへん、修正しますで、おい矢印動いた、打った、おまた消えたぞ、消えたぞ、あれ、ああで、そうで、2、1、2にしたいな。さあお20は固定スリーオンですね、はい。おえ、スサノオフはテルミ使いの、だからハザマ、テルミ、白面でまあキャラ構成できるのならばそれでチーム作ったりしてランダムするようなんですけどね。か、まあもしくは地方別の3オンにするとか、まあいろいろ考えております。そうで、ランダム3音が終わった後、なんかまたあの別のイベントは考えてますので。え、今コランテってめっちゃでっかい声聞こえてた。コランテちゃう、ボランテね。ああ。詐欺ってるんだよな。あ。キューテルミはないと思うな。じゃあなんかあのテルミが稼働した瞬間になんかいやーそう下げましょうよって言ってきて、いやーやり込みの差ですねとか言って、待てよ俺まだ 10回も入れてないけど俺もってふざけんなよって、3日もよく続いたなてかこのバージョン稼働した瞬間なぜか知らんけどテルミが変更がないということによってほとんどないから、これテルミ強いんちゃうんって言っとったんやけど他のキャラ弱なりすぎてみたいな、気のせいやった、最弱やった。 BGM
BGM 俺ちゃんと聞いてないねん。変わってるもんな。チャ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 ローラーチャチャチャってとこ流してる。チャチャチャ。そう？レレレレでもよかったけどな。まああのてるみさん趣味ギターですからね。あれぐらいやってます。多分あのあれあのギターてるみって出るやつや。狭間のステージはピアノ狭間って出るからね。なんで？セリカのステージなんて聞いたこともない。パンチ弱い。まあ、それはもうキャラがパンチないからしゃあない。そういうキャラじゃないやん。光属性。アレグレットで自ら距離を離してしまう。さあ、追憶のラストに最後の1ヒットが当たったが、お釣りはもらえない、ガキャン。さあ、しかし、マトイさんは大事なゲージを全て失ってしまう。だが、わお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 わあー、我慢してたのに、俺、追っからせるんかなと思ったけどな、今。え、勝ってるよ。今22やね。まあ、まといさん安心してください。みかん野郎だと僕と対戦できるんで。同段戦ですよ、この大会のコンセプト。同段戦大丈夫かな。あ、おい聞いたか、まといさん今僕10段ぐらいの人とやりたいやって。パン狩りですね、公式のパン狩りですよ。そんなこと言っていいんですかね、壇上プレイヤーのまといさんが。光の戦士ゴロさんを瞬殺したまといさんの発言とは思えない。まあバージョン違うけどな。あれですわ、まといさんが強いんじゃないやろ、ここの絵が強いんやろって言われるやつ。あ、お前今傷つけまくってるやんけ。重なっていないが、あ、でもこれはしっかり対応してる。しっかり我慢して、あー、2段目、あっ、バックステイ。そうやね、みかんもね、なんか意外とね、ガードしない。みかんボールってやばいな。イオカンボール。あ、そうやね、リバーチェな、ようわからん。おっと、これはしかし、おー、殺意。あれ多分ダッシュ、あれダッシュ6へしな勝たれへんよな。そんなんそうせえへん。みかんボール。みかんさんちょっとおろかしくないですかね、今の。あ、愛されボディ。確かに姉さんを困らせれない。あ、困った困った。あー、なんか今回してたよ、今みかんさんボランティア打った。あこれはどういう作戦。ギルティギアでしたね。コンブリよ、超火球。さあ、あー、大丈夫、助かった助かった。まといさんもしっかり見てますね。もうこれ突っ込んできて危ない。裏ガード、あー、ちょい歩き、当然です。当たる、知らん、怪しいぞ。しかし今のジャンビーな、俺ボランティア当たるんかなと思ったけど当たらんかった。うん、あ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 、ですわ、そらそうですわ。まとえイリュージョン、いや単純に見えだけや。見えるわけないやっけ。だってもう物理的に見えへんからな、表裏じゃないからね。あ、いい点。
さあ、ま、どういうマジか。俺あれ完全にあの超エキサイティー思い出せないけど、アイドルゴールにシューッボン。そんなに飛ぶ、いやいやいや、画面端まで飛んで飛ぶやん。壁番してるやん。うまい。僕のテルミ12段なんで、よかったらあの近い人いいですよ。テルミでもいいですし、マトイさんちょっとね疲れてはるような気もするんで、テルミでもいいですよ。例えば今日千代 G 来てないやん。今日はいない。あ、コスタっぽい。ゴールデンテイヤー、あーあーいい、よかったよかった、かなりよかったです。ゲージは失ったものの、あー追憶、うわー抜ける、あ危なーい、うわーよがるし、あーうあーうあー、いい試合ですね。おおおお、なんでしゃがんだゲダンですよね。立ちがれよかったんすよ今の。ああ、そう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 だよな、あのあゲゲゲゲダンだったっけな、あの歯車な、最強か。3232やばい。追憶のラプソディ、麗しのカンタータ、ゲネラルパウゼ。おお、技名言えた。え、あーそうか、これをこう使うんだよ。アルペジオ。あのね、音楽かじってる人間からしたら、あの何、音楽系の単語を技名にしてるとクソ腹が立つ。あのね、ていや手にプリのやつでさ、何やったっけな、テニプリの技名でなんかあんねん、そういうの何やったっけな、あ、水浴のラプソディーとかこいつやろ、うん、なんちゃらレクイエムとかさ、レクイエムとかチンコンかやぞ、チンコンチンコン、いやこれ大丈夫な単語なんで、何言ってんすか、チンコンカですよ、チンコンカ、餃子1日100万個、これと一緒っすわ、人のアカウントで。いやだって全国の CM でさ、卵1日何ミャン個とか言うとって、餃子1日100万個。今ひなのハックスがひどいこと言うたら、ウルトラマンコスモス言い出したぞ。お前もうすさんどるわ。まあ中2ぐらいやったらな、そういうの楽しいけどな。まあ僕もそういうの大好きやけどさ。いやちなみにこれはあの放送主のおぼろには全く関係のないことなので、あのクレームなどは一切、あのクレームはおぼろまたはあのアテナ日本橋には言わないようによろしくお願いします。僕はほんでアテナ日本橋の店員でも何でもありません。ただの0721野郎です。フリーダイヤル0721、無料さあ、画面走ってこうなってしまえばこうなりますわね。僕もなんですけど、ガードが固くないに不安のあるプレイヤーはやっぱりこういうカルルや、あーバレテーラ、わかってるカルルの、おボランテ来てたが、投げ抜ける、拾える、
バクステは枯れるが繋がらなくて下段はガード飛んでいるが技を振らせて買っていく。あー姉さんゲージが回復してしまう。危ない危ない。おお、あー俺てっきりマトリさんやったら2位越してくれるって信じてたのに。あっ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 え、イオカンボール。あ、姉さんが死んで、なんか捨てあれ引っかかって死ぬ。あ、やっぱり捨てあれで死にそうな気がする。いやーいやー、あー呼ばれてしまう。逆にこれは今度はマドイさんの画面端やってきた。中段見えるわけがないがコンボミスをしてちょい歩き当たり前あそこで折り返しジャンビーとかできたらまだあれなんですよ。ハイジャンプの飛び込みはさすがにあのまあ未開野郎だけじゃないですけど、これぐらいのプレイヤーがやってきたらさすがに辛いですよコンボミスはほんで命取りっすね。あ、死んでた。ゴールデンテイガー、いや、ゴールデンテイガーいけてた。ガーフ、あーなるほどね。これ今4-2か。さあマトイさんがまあ、みかんリーチですね。まあみかんもね、なんて言ったらいいんですか、まあ若者に負けないように頑張ってるプレイヤーのうちの一人ですね。いやだってまあ何年配ではないけど、まあブレイブルーっていうゲームがかなり若いにプレイヤーが多いから、君もだって俺より若いからね設定って何やねん設定って。パパ、お前たちの悪いとこやろそう、アテナで喋ったアカン人リスト、ジェイアンソン Q。 いや一緒のレベルやって、そういう意味では一緒のレベルやからいや何話しかけ、上級者向けの話しかける相手やから僕ら。いやどこがやねんお前、間違ってもそんなこと言うなよ自分に言ってりゃ世話ないわお前負けよ。いや僕しゃ、いや、ま、僕初級者向けっすよ。だって喋ったら適当にちゃんと返事するでしょお前さ知らんけどこれはダメージ取れなかったのかな。あだが、ああラピーキャンが間に合っていない、死んでしまいます。あーなるほどね。おい何でもまといてつければいいと思うなよ、みかんとかみかんボールとかまといどけを置くたんそれな置くたんしか使われへんと思ったら実は遺伝で他のやつ使えたりするから著作権とはマトイさんってギルティやってんの。ミリア、メイ、メイ乗り込んなんマトイさんって。え、あれ30やろ、まあ、チューニーにいたってはもう40超えてるからな、普通の年齢に合わせてしまうと。ザト出たー、マトイさんのリターンが欲しくてたまらない攻撃、俺にもやってきます。めっちゃピカピカしてるやんと思ったらさ、これはオーディバンじゃない。そうか、ロケットが出た瞬間までになくなってるからか。せやな、あっこまでは超必じゃないからね、必殺技やから。違う違う、今のオーディバンじゃない、オーディバンはロケットに派生した瞬間からや。だから今それまでにオーディ切れてたから、え最後に爆発すんねん、うん、でボンって変ねん。あ時間がないが
おーあ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 ー今のさ、前提してたら助かってたんやで。いや、そうじゃなくて、あのデンジャーやったやん。で、フォークが来てて、みかん野郎がゴーシー貯めてたやろ。前提したらとりあえず死ぬことはなかった。いやいや、ガーキャンなかったやん。そうそう、で、デンジャーやろ。あれ、ガーフじゃない今。あ、ガーフなくなったんか。ガーフやろ。ほらガーフやからガーキャンも来てもないやん、あれ。フォークは当たったか。あれ指導やったやろ。まあまあ、そうやな。あ、怪しい。でもあはははははは、すべて読めている。ちゅうわけで、みかんが 5-2 で勝ちですね。じゃあみかんは悪いんやけど、すぐ殺して。